で低コストの暁は操作難易度は高めかどうか。いや複雑なことするなら高めやけど、下角やってチャージ角度するだけやったら別にそんな難しくない。とりあえず一つ目はあれですね、あのケルディム苦手な人多くないですか。ケルディム対策っていうか僕がよくやってる動きですね。ケルディムのメインの避け方、当たらない動きってのがありまして、まあ、大体みんな分かると思うけど俺いつもやってるし、基本は低空旋回しとけば当たらない。あ、ちょ、ケルディムやってない。だからあの基本ケルディム対策はあのね、旋回で近づいて、向こうがメイン打った後に照準したり、あの着地すれば当たることはないですね。こんな感じで次絶対間に合わないで、相手 あのメインを見てメイン打った後に着地をすればあの取られないです。あのライザーは危ないから、だから普通の旋回しとけばいいし、アメキャン持ってるからやったら相手がビーム打ったら見てから、あのメイン打ったら見てからアメキャンすればいいから、別にステップいらんし、そうしたらメイン当たらないです。今の場合は嘘すればいい、こんな感じです。次着地すれば当たらないですね。あとさな、結局ケルディムこの動きしてるとあのビット飛ばしてくるんで、ビットは普通に実は避けれます。あの旋回してれば当たらないです。まあ言った通りステップとか踏まなければ、これはねあのフリーダムが当たらないけど、フリーダムじゃなかったらライザーは当たるんで、突撃のライザーはあのちょっと捨て身にした方がいいですね。でわざわざアメキャンに使うライザーを使ってくれって考えたら得でしょ。まあなんかそんな感じで、あんな連射してくる人はおらんけど、ケルディムメイン連打今みたいに、だってケルディムあんなメイン連打してみたら次ブーストなくなるから、まあ、とりあえず相手がメイン低空で旋回しながら向こうがメイン打ったら見てから着地する、そうしたらメインは当たらないです。近づくときはなんか結構斜め前ブーすれば、まあ、相手の進行方向に斜め前ブーすれば向こうは当てる武装ないんで、当てる武装あれっすね、アサルトボーロっすね。なので斜め前ブして近づいてアサルトモード吐かしたら一旦下がって、でその後バリア溜まってるから、まあどうにかしてバリア使わして、でバリアで普通に逃げるケルディムもいれば、バリアをつけた瞬間に携帯ビットつけてあの前ブーして、なんていうあの突撃ライザー特射でこすったりしてくるキャラの人もおるんで、まあ桜井君とか安嶋君はまあまあやるな、それまあそこらへんケルディムの対策みたいな、対策っていうかメインは当たらないですね。僕ケルディムのメインだって当たらないでしょ、いつも対戦してて当たらなくないですか。まあアサルトボードは当たるんですけど、まあ、死ぬ人あの何やったっけあれケルディムの、おアサルトモードはしゃあないですね。アサルトモードはとりあえず吐かせるのが大事で、吐いたら近寄らなくていいですね。向こうその間バリアあのバリアがあってもバリア相方に貼ることできないから、逆に相方になるとかでもいいし、あと旋回してたらあのファンデル当たらないです。ケルディムはこんな感じですね。次はじゃあドルブでいいか、ドルブ、あのドルブなんですけど、ドルブもケルディムと実は一緒で、あのなんかサブ打ってくるじゃないですか、サブ打ったら見てから着地すればこまめに着地したら当たらないです、ドルブは基本は。で今当たったんですけど、あの一つだけね、なんか緑のなんか誘導強い球があるんですよ今、あの焼夷榴弾なんですけど、あれの時だけはちょっと飛んでください。あの旋回してても爆風で当たるんで、だからケルディムと一緒で、待って旋回しとけばドルブの攻撃実は当たらないですよ。あとはドルブが対面した時にドルブがなんかスモーク焚いたりとか
何も売ってこない時あるじゃないですか。まあ、ドルブツがそんなアホじゃないんで、やっぱり、球の変わりなんて回し方うまいんですよ。なので、基本ヒルドルブがスモークとかで近づいたり、中距離で打ってこなかったら、AP ですね。着地狙ってます。速いやつ、テレビのメインみたいなやつ。あれ狙ってるんで、なんかその時だけ着地だけちょっと気をつけてください。で、さっきも言いましたが、ドルブの、焼夷榴弾以外は中距離歩きで避けれますね。はい、歩きで避けれます。知ってました？ちゃんと真横に軸外して横に歩いたら当たらないです。で、あとは相手の攻撃見ながら旋回するんですけど、うまいやつ時々くるくるしてるでしょ。あれ曲げ打ち狙ってるんで、シーバとかは。なのでくるくるしたら次逆に切り返してください。こう切り返してください。くる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 ヒルドルブ回ったらその方向にしか回れなくて、すぐに逆回転はできないんで、まあ、ドルブの攻撃の受け方はこんな感じですね。タイマンやったらその動きをしとけばドルブの攻撃は当たらないんです。で、こっちから取りに行こうして無駄に打ったりとかするとうまいんで、あいつら当たらない、逆にやられます。あと、イージーエイトの攻撃も、避ける方法が。まあ、これもさっきと一緒ですよ。てか、ドルブ・ケルディムとかじゃなくて、全キャラそうなんですけど、相手の攻撃を見てから着地するっていうのは、普通なんですよ。ビームライフルでも。ビームでも実は一緒です。ビームの打ち合いで旋回しちゃってるじゃないですか。相手がビーム打ったのを見てから、機体を通り越したら着地とか、相手がビーム打ったら見てからステップアメリカンするとか、まあ、それが普通なんですけど、で、EZ の場合はですね、まあ旋回してて EZ が乾燥するタイミングがあるじゃないですか。カチャって EZ がブースト回復するタイミングがあるんですよ、特格で。そのタイミングに着地、アメリカンで着地したらイージーエイトが取られることはないです。乾燥タイミングでこいつ攻撃、まあ、一応打てるんですけど、基本は絶対打たないんで、いや打てないが正しいから。この勝ちってあるじゃないですか、この勝ち、この光が見えた時に着地したりアメリカンしたらイージーエイト側は取れないです。高速があるんで打てるんですけど、こっちもやっぱ足止まったりするから、このタイミングで。次はまあこれもみんな知ってると思うけど、サバーニャの N 特写っすね。サバーニャの N 特写なんですけど、サバーニャの N 特写は旋回してたら当たらないです。乱れ打つでは旋回してたら当たりません。でもこの動きしてると向こうのやつはレバ特写のゲロビの方を打つんで気をつけてください。で、こう感性上昇してるとか軸あった完成上昇に N 特写されると当たりやすいんですけど、基本は当たらないです。今もスカスカでしょ。じゃあなんで中距離とかで当たんねんって話なんですけど、これはまあ僕の予想なんですけど、N 特写に対してステップする、あとはこのゲームビーム打ったりサブ打ったりすると自分の当たり判定の攻撃判定が変わるんで、そのせいで多分当たるんですよね。言ってる意味分かるかな。これ説明下手い、悪いな。当たらないっす、はい、当たらないっす。 N 特写これだけ。サバーニャの N 特写は旋回してて横ブーストしてたら何もしなかったら当たらない。なので分かってるやつはレバー特写を打ってきたりする。で、 N 特写が打たれた時にステップしたりガードしたりとか、あとはビーム打ったりとかサブ打ったりすると、まあサブは足止まるし、ビームは一応手動かしてるから、これも多分ね当たり判定がちょっと変わるから、俺当たると思うんやけど、まあまあそんな感じなので覚えておいてください。あ、今見てからステップしてんけど、今見たやろ、ステップしたら逆に当たったやろ、見た。こういうこと俺が言いたいのは、旋回と横完成です。何も打たずに横振ると横完成でいいです。
こんなしてくれる人おらんやろ。まあみんなが知らんことはやっぱ情報共有した方がいいから、ね、で、やっぱサバーニャはあの、あ、まあ、着地は当たりますね。着地は結構当たる。着地は当たるんですよ。着地した時にですね、足がね、わかります？なんかふんって踏ん張ってません？うんって。着地はね、N 読者当たるんですよ。あとはステップとかガードとか攻撃した時で、あとは近距離、さすがのめちゃくちゃ近い近距離、至近距離とかは当たります。あくまで中距離なんで、中距離、近距離ですね。だから結構向こうが攻撃してこう攻めてきたところに、うまいサバーニャの人らはステップして N 特射で差し込むんですよ。以上です、サバーニャは。次何かあったかな。